こんにちは。時計、メガネ、アクセサリーのリコードでございます。今回はですね、店内には絵画が飾ってあります。ちょっとそのことについてご紹介したいと思います。私どもの、ね、店内には、ね、まあ、いろんなこう、まあ、ディスプレイあったり、この絵なんですよね、実は。このお客さんがちょっと描かれた絵なんですが、これは100号の絵なんですよね。まあ、すごくこの、まあ、幻想的なこういう、こう花畑のようなこういうね、感じいたします。まあ、この下にちょうどメガネコーナーこうありましてですね、こういう小さい傘があって、でこういうクラシックタイプのこういう、こうメガネも、こうニューヨーカーとか、これマルマンオプチャルのね、こう代表作、代表の商品でございますけど、こういう傘があって、この傘はね、実は中国のお土産なんですよね。中国旅行した方からちょっともらったっていうか、譲ってもらったね、風なんですけど、まあ、こういう雰囲気でございますので、まあ、こういう絵画飾ってる店ってあんまりないかもしれませんけどね。絵画飾ったり、これはちょっと写真なんですけど、これはチョモランマのね、エベレストの写真でございます。こういう写真があったり、まあ、あとこう山の写真、私好きなね、山の写真があったり、こういう雰囲気でございますので、どうかこの、まあ、機会ありましたら、ちょっとこの絵、実際見てもらった方が本当に分かると思いますので、ね、よろしくお願い申し上げます。